はい、ではこれからこの花束のラッピングに入っていきます。この花束制作するのは割と簡単にできますので、これからラッピングがすごくポイントになってくるんでね、これからが結構重要な課題になってきますので、よくこれから先の動画を皆さんご覧ください、そしてこの放送は指導委員会の大塚さんにやってもらって、僕は横でコメントで入りますのでよろしくお願いします。お願いします。まず使う、ペーパーっていうのは何を使うんですか。ご自宅にあるよく物価などを包むこのくらいの四つ切りの包装紙1枚と、あとワックスペーパーといってちょっとローが塗ってあるペーパーをご用意していただいて、これを使ってやっていきたいと思います。じゃあワックスペーパーの大きさは？大きさは、70センチ、60センチのものと、ちょっとステムを隠すのに20センチに初めからカットしたものを1枚ご用意してください。で、70センチっていうのは、あれやね、こうペーパーそのまま伸ばした時の横のサイズだよね。だから、これは結構無駄がない包装になります、今回はね。なので、このペーパー、60センチ、70センチのワックスペーパー、インドワックスペーパーを1枚と、70センチ、20センチのワックスペーパーを1枚と、あとは、この白い、どっかなんかで包む白い包装紙ですね。これ、半紙です。半紙を1枚で用意してください。道具としてはハサミとこの筒状のものが使うんですけど、ウェディングブーケのあれだね、ブーケホルダーの筒だよね、はい、そうですね、これをご用意してください。じゃあ、やっていきます、はい、まずこの白い紙の四隅をこれでくるんでいって、でもこっちが長いんでちょっとこう斜めにした感じで、真ん中ぐらいまで巻いたら寄せていきます。ここが結構多分重要なポイントになってるので、よく見ておいてください。ちょっとこれ切らないように見ていきます。きつく巻きすぎるとこうなっちゃう。巻いて絞って、はい、そうですね、はい、さっき硬く巻いちゃったんで緩く、うん、もう抜きやすいですね。これを巻いて、はい、四隅をとにかく巻いて絞る、そうですね、仕上げます。こういう状態になって、まずこの状態を作り上げます。で、先にピンクの方も同じように巻いていきます。あ、じゃあピンクも今の白と同じようにやっていきます。はい。ピンクと白とこういう出来上がりました。はい。で、今度はこの一応こういう長方形だったものの、この真ん中ぐらいから、はい、ハサミで切り込みで真ん中まで。なるほど。真ん中までハサミで切り込みを入れてます。はい。こっちも同じように先に切り込みを入れておきます。要は半、まあ、長い方を、そうですね、はい、70センチの方を真ん中に切るわけですよね。では包んでいきます。はい、じゃあ花束、はい、お願いします。真ん中ぐらいに置いて、あ、じゃあまずこのステムの部分をこれで短い、はい、さっき細長い方の和紙で包んでいくんですね、はい、はい、
一箇所はごめんね。はい。じゃあここはセロテープ。はい。はい、でまず最初に白の方から巻いていきます。まず白い方から。正面この位置に置いて。うん、リボンが正面ですね。リボンが正面ですね。切り込みを要するに2本を正面にしてこういう状態ね。そうですね、はい、切り込みを入れてこういう状態、はい、これが切れてるところでこういう状態で巻いていく。はい、はい、じゃあやってみます。はい、で余分な部分は手前に持っていきます。まずこういう風に重ねたんですね、今ね。はい、次に2分を巻いていきます。はい、このテープも白と同じような色。そうですね、はい、はい、色が出ない方が白が、あ、じゃあピンクの中に白がこう入り込む感じですね。はい、こんな感じになります。で最後このペーパーの終わりのところはここでちょっと寄せてギャザーを作ってホチキスで留めてください。あ、じゃあホチキス留めるのはこの一発だけなんですか。そうですね、はい、素晴らしいラッキングですね。ホチキスの後気になるようでしたら自転のテープをシールを貼ってもいいですし、で今度手元のところを湯がいていきます。これで出来上がりになります。